はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するデッドバイデイライトキラー側、今回はですね、だいぶハントレスの動画が結構上がって、ハントレスよく使ってたんですけど、今回はちょっと久しぶりにね、レイス使って戦っていこうかなと思います。ちょっとレベル6なんでパーク1個しかないんですけどね、ちょっとやってこいじゃねえかなと思いますんで、頑張りまーす。2人ぐらい送り込めたらいいんじゃないですか。レースの魅力であるね、この透明化で、おっかなびっくりさせてやろうかなと思います。一人いたね。よし。どこかな、どこに行かれたのかな。あ、そっち抜けてったね。声が聞こえたぞ。いるね。はい、どうも。よし、まず一人だ。いやー、でもレイスはね、本当僕もキラー側で、サバイバー側で、レイスの人とね、何度かやり合ったことありますけど、いや本当に厄介ですよ。金の根は結構広範囲に、なるので、結構こう気づかれやすいんですけども、ただ、やっぱりね、この透明化で、奇襲を仕掛けられるっていうのはね、結構強みなので、あとね、サバイバー側の人もね、やっぱりいきなりこう、レースが現れたりすると、やっぱり、びっくりしますからね。このあと初めてキラー側を使うっていう人であれば、僕はレイス結構使いやすいんじゃないのかなと思います。その奇襲を仕掛けられるっていうのが一番の利点なので、一発目の攻撃がね、当ててその後のチェイスがね、すんなりいけば今みたいに、サバイバー側の人をね、こうやって引っ掛けることができるのと、あと一回引っ掛けて、こうやって今2つぐらいつけられてますけど、サバイバー側の人のところで貼るんだったらいいのかなと思いますんで。さあ、ブロックに入って。さあ、ブロック入ってきますね。この人たちパーティーか？はい、どうも。僕はね、動きを読んでたんですよ。すいませんね、多分ブロック入ってくると思うので、すぐ場所に引っ掛けちゃおうかな。よいしょ。ちょっとハントレスと違って遠距離攻撃はできないので、回復した近くにいると思うんだよね。よいしょ。どこに行ったかな。2人来たね、助けに来るのにね。2人来たか。ちょっとこの人は早めに送り込みたいですね。どこにいるかな。ちょっと久しぶりにレース使うんでね、ちょっと慎重に戦いたいのと、ちょっと一人一人ちょっと確実にちょっと送り込みたいので、ちょっとこの辺うろちょろします。出ますね。よいしょ。さあ、そっちの人は自己回復持ってるので追いかけまーす。よし、悪いな。で、どこに引っ掛けようかな。ここがいいかな。さあ、どう来るよ。一人瀕死だね。一人が2回かけてるので、ドワイトの人ですよね。この人が多分回復して、で次どう来るかな。
回復させに来るかな。一個ちょっと発電機か近いところに引っ掛けてるので、ここですね。あ、どうも。助けに来るでしょう。消えて。ダメージ与えて。ネアの人なんで、都会の逃走術とかつけてると、ここにいる？あ、どうも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 。はい、どうも。よし。さあ、どんどん引っ掛けていきましょう。お邪魔。よいしょ。さあ、君は2回引っ掛けられてるにもかかわらずブロックしに来たね。どこに行ったかな？どこに来るかい？ダメージ与えて。発電機もつけてくるね。どう来るかな？こっち側にいるのであれば。今これで一人ドワイトがいるんですけど、その人以外は1回ずつ引っ掛けたのかな。で、回復した。まあ結構連携してきてるので、まあこれでも一人、一人ね、こう送り込めればいいんですけど、まあでも、ちょっといい感じで戦えてるんで、このままちょっとゲーム、まあ、終盤に入ればこっちが有利だと思うんですけど、ちょっと張り付き気味で、どうもー。あ、どうもー。あ、当たんなかった。別から来るかな。追いかけよう。あ、そう来る。隠れるよ。さあ、どうする？そう来る。見た、倒すかな。痛い。こっち逃げたね。そこだね。さささささ。はい、どうも。はい、じゃあ1名様お送りいたします。結構ドワイトの人がブロックちゃんとしに来てるんでね。1人いましたね、そこね。さあ、まずは1人目。よいしょ。はい、隠れて、この板倒して。さあ、もう一人どこかな。発電機はそっち側ですね。多分近くのあれをつけるられると嫌なんですけど、いないですね。こっち側は、まあやってますね。ちょっとドワイト、おお、そっちつける。あ、でもこっち側か、でも。あー、どう来るかな。いたね、いたね、いたね。よいしょ。お待ちになられて。さあ、どうも。はい、どうも、こんにちは。はい、一発。さあ、この人は初めて引っ掛ける人ですね。よし。さあ、多分、うん、多分、うん、あ、地下持ってっちゃう。はい、じゃあ地下に、地下に、地下に連れてっちゃうよ。まあでも開けてくると思うので、まあ2人でも送り込めたらいいんじゃないですか。助けに来るか、場所的にここね、追うのが大変なので、まあ、開けてますね、そこね。おー、脱出してきた？あれ、どこだ？よし。
自力で脱出したのかな、この人。なんだろう、一人いるのかな、多分ロッカーの中にいるんじゃないのか。よっ、よっ、いない、この人自力でいないね。どうもー、さあどうする、まあ脱出するでしょう、普通に考えて。君は逃がさないよ。ジョックル脱出させに行くかい、消えてこうかな。どうする、仕留められるね。じゃあね。ありがとう、楽しかったぜ。面白かったですね。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。まあ2人ね、引っ掛けられたのと結構一生懸命やれたんでよかったんじゃないですか。まあまあまあ、あのレースやってて楽しいシーンがあったので、まあまた次回ね、お楽しみにしておいてください。はい、よし、デイリーのリチュアルもゲットして、ブラッドポイントもいっぱいもらいましたね。いや楽しかったですよ。やってて楽しいのが一番なんで。まあちょっと、まあランクは上がんなかったんですけど、まあまあまあ、スコア的にも良かったんじゃないですか。